どれ。あー、友禅のジャミール行く。パート1から行く。ほい、あ、でも来るかな。デレレデレレレレレ、仲間来てないね。ほい、ヘイ、スターライト2。いや、スターライト2ね、メリアちゃん可愛いけど、やっぱね、ラウララウラたちのスターライト2が可愛すぎますね。バーティカルボルト使って大丈夫。オマドアーマーいいね、さすがだね。ほいねえねえねえ、助かりましたよ。バーティカルボルト大丈夫かな。無知勝利溢れてきました。ほい、ガードされた、今ガードされたんかな。マインドブラストステイ、アートフィーいいね。あ、うっそ。調子に乗り過ぎました、すいません。これは、あ、間違えたね、間違えました、間違えました、すごい。大丈夫ですか。半分からきついですね。よいしょ、きついわ、きついわ。あ、励ましたい、励ましたい。ミスってるな、ミスってるな。死んでるな。お腹ギュルギュルだもん。まあ1回は挑戦できたというわけで、変な夢でも見たなみたいな感じでいきますか。ちょっと一応朝にしとこう。イベント中は明るい方、うわ明るい方がいいんで、なるべく昼にやりたいなっていう感じですかね。なんかねねの声が私が知ってる声優さんがやってて、それは猫なんですけど、なんか瀕死感。あ、何あれ、結婚指輪ですか。さすがにこんなところに落ちてないか。ポロロの好物、ここから行く先にポロロなる人がいるのか。ポロロっていうとノコンっぽいよね。それがさっき岩窟洞窟にいた冒険者みたいなノコンがポロロなのかもしれんけど。え、な、ん、あ、お、ハイエンタっぽくない。え、めっちゃ人いるんですけど。まだ取れないよ。盟友の岬、お邪魔します。めっちゃハイエンタ、鍛錬も欠かしてないね。鳥の人たちいっぱいですもんね。この地にはハイエンタしかいないのか。どうかね。新しいグラフィック、この辺りじゃ見ない顔だな。マクシスさん、実は赤本に住んでた人なんかな。そうか、それは災難だったな。んー、なんか羽の長さで見る限り、やっぱコンスト混血の方々っていう感じなんかね。だがコートに行くのはやめた方がいい。この方々も行けない感じかね。まあ以降にも転送装置は起動しないようにしてあるがな。起動するようにはできると。え、なぜですか。お前たちを攻撃したのは防衛機構じゃなくて、ん、俺たちが霧の王と呼ぶ化け物だ。霧の王、霧の王。ああ、数ヶ月前に突如コートに現れたんだ。見たところコノエのようだが、そなたたちでも太刀打ちできないのか。奴には剣はおろか、どんな攻撃も効かん。へえ。煙を相手にしているようで、まるで手応えがないのだ。だから霧の王。幽霊も
確かに幽霊はビーム打たないもん。分からんよ。それで霧の王ですかね。俺たちは故郷を守るため決死の覚悟で戦ったが何もできず、一人また一人と倒れていった。まあ、それもあって鍛錬もしてるのかな。霧の王の攻撃は苛烈を極め、結局俺たちは他のハイエンターと多種族の者を連れ故郷コートを捨て落ち延びることを選んだ。そのようなことが。無念を抱えた魂は未だ故郷にある。俺たちの故郷コートに。だが弔うことすらできぬ。マクシスさん。なんだ。転送装置の起動の仕方を教えてください。シュル君、何を。お前、俺の話聞いていなかったのか。聞いていました。だったらわかるだろう。それでも僕らは行かないといけないんです。ジャンクスを直せばみんなここから脱出できます。そうだね。それにコロニー9に戻ればコートを取り戻す計画も立てられます。ダメだ。どうしてですか。シュル君、俺たちが何もしてなかったと思うのか。え、俺たちもバカじゃない。やれることはやったんだ。だがな、故郷に帰りたい、そんな叶わぬ夢を見てたくさんの命を失ったんだ。話を聞く限りマクシス、どっちも悔しいよね。お前たちの気持ちはよくわかる。だから俺のこう言わなければならない気持ちもわかってくれ。で、どうするよ、わしら。どうしよう。あの様子では説得は難しいな。勝手にやる？キノたち、帰れないもん。お困りのようですね、メリア陛下。ギルが信用していい人ですか？いや、悪人。何者だ？すぎて。なぜ私の名を。逆に裏切らない人。これは失礼をいたしました。いや、私こそ失礼を申しました。私はゲルガーと申します。はいはい。かつてコート警備隊として身辺警護を行っておりました。はいはい。そうであったか。こちらこそ失礼をした、ゲルガー殿。だが陛下はやめてもらおう。何をおっしゃいます、メリア陛下。先の大戦で悪しき純血は滅びました。我々混血が新たな時代の担い手として選ばれたのです。ああ、そういう考えね。そしてあなた様は我らの象徴。陛下と呼ばずして何と呼びましょう。担ぎ上げられるつもりはない。特に祖先を愚弄する貴様などにはな。ね、ちょっと口が悪いですね。愚弄などととんでもありません。私は真実を申し上げたまでです。まあよい。まあ流すしかないね。陛下と呼ばれるのは迷惑だ。それでは致し方ございません。ご理解がいただけるまではメリア様とお呼びいたします。助かる、ゲルガー殿。とんでもございません、メリア様。ゲルガーさん、僕たちどうしてもコートに行かないといけないんです。はい、マクシスとのやり取りは聞いておりました。公主が凱旋をするというのにあやつは何も理解をしておりません。ん？何見てんの？ああ、なんだっけ？
転送装置に手をかざすと解析装置による認証が始まります。あれってスピーネルがいた場所かな。認証はこの地にいる一部のハイエンターと皇族のみが通るように細工がされております。はいはい。ですのでメリア様であれば問題なく起動いたします。そういう感じ。墓所の防衛機構と似たようなものか。へえ。これでコートに渡れるね。あ、気をやったゲルガーさん、いい人も。ほんまキラキラしちゃってま。ありがとうございますも。いえいえ、メリア様に使えるものとして当たり前のことです。メリア様に差し支えがなければ、え、このゲルが友として同道いたします。ゲストキャラです。剣にも多少の覚えはありますのでご安心ください。はい。申し出はありがたいが遠慮しておこう。戦力は足りているからな。そうなんですよ、こっちとらもう4人パーティーですよ。そうですか、それは残念。必要な時はいつでもお声掛けください。わかった。ところでゲルガー殿、ここには兵士しかいないようだが、共に脱出した者たちはどこにいるのだ。ここより下ったグランデル城壁の先に住んでおります。離れて暮らしているというのか。はい、向こうにはマシーナがいますので。へー、どういう意味だ。お忘れですか。あ、え、そういう感じ。先の対戦はマシーナの裏切りから始まったものです。なるほど。それがなければ同胞も故郷も失わずに済んだのです。それゲルガードさんだけの意思じゃなくて、ここのみんなの意思ってこと。マシーナと相入れなかったから離れたというのか。そうです。そうなんや。もう対戦は終わったことではないか。まだ終われないものもいるのです。そっか、まあみんながみんなそういうわけにもいかんよね。もう悲しいけどこれが現実かね。メリア、ひとまずコートに行ってみない？うん。ああ、そうだな。ゲルガー殿、我々はこれで失礼する。道中、お気をつけください。コートは、岩門洞窟を抜けた先にあります。ああ、れね。はいはい。来ますか。ゲルガーさん、いろいろありがとう。ん、これがシュルクです。また来るも。また来るも。体に気をつけてくださいですも。はい、この二人は純真無垢、かわいい。皆様もお気をつけて。もうちょっとここ探索したかったな、このアングルよ。ゲルガーさんに何を思われてるのか。ショップを使ってみましょう。はい。武器とかは相変わらずドロップ品で頑張りたい系女子なんですけれども、はい、クエスト来ました。お金やファッション装備に適した新装備のカラーバリエーション。はい、戻る。ちょっと戻ってみた。ハーセルさん、はい、うん、そうだね。はい。希望を持ってる人もいるんだね。あ、この声は聞いたことない。みずみずしい野草を取りすぎた。あー、みずみずしい野草っていう名称なのか、この辺の雑草がもうカラカラなのか。あー、なるほどね。クエストありそう。クエストありました。クエストも動画にしていこうと思います。体格のいいやつが強そうに見える。あー、もも。柔軟な筋肉をつけて合計の体を目指そうかな。あ、マクシスさん、うん、レナートさん。レナートさんって知ってる人？名前のさ、禁止感が。はい。
いつもの討伐クエストですか。あ、野草ね、はいはいはい。うん、フェドートってなんだろう。あ、トードかな、あのフラミンゴみたいなやつ、知らんけど。あ、違う、ごめん腕フェドート名前でした、ごめんなさい。プレイヤーキャピル、イモムシですね。ローベルトから相談されたブロック、はいはい、OK。 あ、これ一気に言ってくれるようになってる一個一個じゃなくなってるでね、本編なんかまだまだんのみたいな一気に言ってくれみたいなそんな感じだったもんね。やる気だねおや、一気に言ってくれました、ありがとうございましたもう、どこまで話したっけ。盟友の兵士さん。ああ、なるほどね。移住者は困ると。まあ、ただ飯食うよりは、ちゃんと自分も働ける何かをね。ギブアンドテイクだよね。特別なお店？そして。ようこそ。おい。グランデルの町。ああ、マシーナがいるっていう。ようこそ。ここから見える？お、ね、なんか下って言ってたよね。ああ、なるほどね。おや？あ、話した。エルト海のこと思い出す。あー、エルト海綺麗だったね。ポートに渡る転移装置のある島はもともとエルト海に浮いてた。だよね。ピネルかなんかたくさんいた島だったと記憶しておるけど、違ったらごめん。この島はなんで登ったまんまだったんだろうね。あー、そっかそっかそっか、鬼神兵見かけなくなっちゃった。武器と防具だけなの？パーツショーは今回ないんですね。大木のヘアゴム、流行日リボンステラシリーズがある。いきなり結構強そうな防具ありますね。梱包なトメトメおてんばとめとめが衣装の武器。へえ、そんなのあるんだ。鉄砲の実の種子で作られたへえ、なるほど。あ、ガード率上がる、これいいね。お金は少ない本編であれだけあったのに300万ぐらいあった気がする。おや、あー、まあね、ペンは筆よりも強し、なんだっけなんかあるよね、ことわざかなんか。剣よりも強しか。はいはい、知ってます。あいつの最後の顔。まあね、盟友の語り場はかつて二人の男が友情を誓い合った場所。何の話？でもあれだもんね、赤毛都にいた2人の冒険者さんは結局割と仲が最終的に仲が悪くなっちゃったかなんかだったよね。でバラク切断にいたよね確か。仲間トーク、あの時の子供あ、見る二人の人となりみたい。兄弟のみんな、母ちゃんに迷惑かけてないか心配も。ねねえちゃんはしっかりしてるんだね。ねね、ここにいたんだ。どうかしましたの？キノが探してたよ。転んですりむいたとかなんとか。しょうがない子ですもん。
後で背中よしよししてあげるとしますもん。優しい。ネネはお姉さんっていうよりお母さんみたいだね。え、それって言われて嬉しいんかな。そういえばネネはここで何をしていたんだい。最果て村のことを少し思い出してましたもん。そっか、ネネは以前あそこで暮らしていたんだよね。シュルク、話するとき同じ目線にしてあげるの優しい。はい、村の外のマクナゲン森林でよく兄弟たちと木登りして遊んでましたもん。へえ。その頃も兄弟たちの面倒を見ていたの。もちろんですもん。ノポンの男はぐうたらばかりですもん。母ちゃんだけじゃ手に負えないから、ネネもよく父ちゃんや兄弟たちの面倒を見てましたもん。どや、リキもか。リキが聞いたらなんて言うだろう ね。育てあげたのはリキですもん。ムキほんとかわいい。父ちゃんが村の勇者に選ばれて、シュルクさんたちについて行っちゃった後なんか、兄弟たちが食うも食うもで家中てんやわんやでしたもん。賑やかだね。へえ、そうだったんだ。リキが僕たちについて行っちゃった後、それってもしかして。はい、エネはシュルクさんたちと仲良くなるよりもっと前、1年前の最果て村で一度お会いしてますもん。父ちゃん、腹ゴーゴーだもん。すごいね、ノポンってそんな早くあれ成長すんの。父ちゃん、ご飯も。ご飯もこれがネネだったと。ここはネネでした。父ちゃん腹減ったもん。そうだったの。ごめん、全く気がつかなかったよ。しょうがない、一瞬だったし。でも今のネネとあの時のネネとじゃだいぶ背格好が違うみたいだけどね。え、めっちゃ美人さんになったね。ノポンはだいたい10歳から15歳くらいに成長期に入りますもん。ほうほうほう。だから1年前のネネと今のネネが同一人物だって気がつかないのも無理ないですもん。へえ、ノポンのそういう事情初めて聞いたかもしれん。だとしても驚いたよ。へえ。ノポン族が1年でこんなに大きくなるなんて知らなかったからさ。ね。ふふん。シルクさんもこれからはどーんと成長したネネを頼るといいですもん。ね。壁役だし、かわいいな。ノポン族はたくましいね。ね。僕たちホムスも見習わなくちゃ。うん。でもネネも最近ちょこっとだけ寂しくなる時が。お。キュルルルル、やかわいい。お腹すいた？シュルクさんとは食いしん坊さんですもん。人のせいにしてきましたもん。恥ずかしいんだね。僕じゃないと思うけど。しますもん。ささ、シュルクさんはキノとメリアさんを呼んできますもん。ねえねえ。そっか。この顔いい。キノの面倒を見ているからしっかりしているように見えたけど、ネネだって子供なんだ。やっぱり寂しいよね。ねえ、かわいい、尊い、かわいい。かわいい。シュルクさん、どうしましたの？この気持ちをなんて表現すればいいんだろう。本当にお腹グーグーになっちゃいましたもん。本当に。うん、分かったよ。なになになに、よしよしする。みんなを呼んでくるね。それからみんなと一緒にご飯を作ろう。おーおーおー、いいね。その方がきっと楽しいよ。ねえ、シュルク。シュルクさん。キラキラ。はいですもん。シュルクは。いい子だね。はい、というわけで何トークでしたっけ。フルボイスの選択なしっていう感じなんですね。仲間トークリストか。え、めっちゃいいね、めっちゃいいね。はぁ、絆グラムはないってこと。じゃあ絆グラムでいくつなんか見たかったな。ないってことよね。そのうち出るかな、わかんないけど。あれ、クエストまだある。ちょっとこっち側行ってみていい？
ていうか鉱石があるってことはジェムが、あ、まあそりゃそうだよ、ジェムあるよね。ジェムもそのうち、あ、まだ、はーい、話をしてないから。そう、あのね、ゼノブレイドリメイクの時も言ってたんだけど、ん？ライブ配信でも言ってたんだけど、あ、また鉱物がある。ゼノブレイドのフィールドの作りがゼノブレイド2と違って、どっちかっていうとゼノブレイドクロスっぽいなって思ってて、で、なんでかっていうと、なんか行ける場所がのワクワク感がすごい。なんかここ行ったらどこに繋がるんだろうとか、なんか冒険してる感がめちゃめちゃあって、なんか2周目のプレイだったんだけどすっごい楽しかった。ほんとフィールド探索が本当に楽しかったですね。ここもしかして登れる？あ、登れる？どういうのこれ。そう、こういうとこよ、こういうとこ。こういうとこめっちゃ楽しいと思って。あれ、どうやって行くのこれ。え、行けなくない？ここか。こうで、こっち、ももここだ、ここだ、行けた行けた。え、こういうところが良いよね。そう、あ、え、待って、クエストどこ、そっと、移動速度アップ欲しいな。ん？どこ？あ、どうしたもんか、ガネットさん。はい、研究ね。あー、はい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 、汎用エーテル橋。巨神界のエーテル鉱床は普通の道具で採掘できた。あ、硬すぎてダメなんだ。なるほどね。やりたいやりたい、これやろう。推奨レベルが書いてあった。おー。人使いが荒いのかな。エーテル交渉をガツンとだったな。メディアちゃんのスキルツリーってエーテル交渉でいいものが取れるとかそういうのあったもんね。メリアちゃんはエーテルは使うからそういうのが分かりやすいっていうことなのかな、設定的に。何が取れた？壊れた。あ、壊れちゃったの。なるほどね。ガネット樹脂なんていうことだ。耐久性に問題がある。巨神型のエーテル濃度の高さに比例してジェムに適した状態で結晶化してるから強度だけ上げても回数をこなせない。ジェムクラウズやんなくっていいんだ。いきなりジェムになるってこと？はあ、それは嬉しい。まあ、めんどくさいとは言わないけど、外伝まで同じことやるのはきっついものはありますからね。なるほどな。はいはいはい、これやってから向こう側行けばよかったね。アーツヒール、アーツヒール、ダメージヒール、なるほど、いいね、ダメージヒール。あ、ダメージヒールって体なの？なるほどな。